はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。今日はですね、覚醒アルテミスで闘技場1が来てたので挑んでみたいと思います。まずはね、一発で勝てるとは思ってないので、とりあえず、アルテミスでやってみたいと思います。で、様子見てね、多分フレイヤかスクルドと組まないと安定感ないと思うんで、とりあえず様子見ということでやっていきましょう。これがボツになるかもしれませんけどね。で、パーティー編成は、マキナなしでもカーリーはね、アルテミスならでも火力十分だと思うんですけど、やっぱ指が欲しいってことで、結局マキナ入れました。で、このダンジョンやるのもね、すごい久しぶりなんですよね。ラグドラで前にやったんですけど、それも結構前なんで、1ヶ月、2ヶ月ぶりぐらいですかね。2ヶ月まではいかないかな。でもあんまり僕、P とか求めてこのダンジョン周回した記憶ないっていうか、安定しないんでね、そもそもキパだと。だからあんまりね、ダンジョン内容とか覚えてないんで、ちょっとその辺が不安であります。で、あとバインド対策は全くできてません。なので知りません。バインドは知りません。で、封印は大丈夫なんで、一番怖いのはラータマですかね。ピュアスマイル受けてからのラータマとかじゃない限りは大丈夫のはずです。で、イザナミさんですね、セレスとか持ってきてないので、割合ダメージとかが痛いと思います。だからこういうとこもあんまダメージを受ける前に倒したいんで、アルテミス使ってしまいます。で、とりあえず倒しましょう。多分余裕でしょ、イザナミぐらいなら。列編成なんでね、どっちかっていうと。列組んで倒していきまーす。オッケー。ミカエルのね、自動回復もね、もうだいぶ、しょぼいっていうか、このパーティーだと小さく感じてしまいますね。一撃弱いんで受けといて、ここで倒しましょう。操作短縮辛いなぁ。でもドラゴンゾンビで降ってくるよりかはいいんですけどね。で、アモンで 99% とかよりも全然マシなんですけど、できればボイスが良かったかなっていう気はします。デーモン戦、水がないな。アルテミス使って、2列ぐらいで落とせるかな。水を生成する手段がね、ソニアさんしかないので、かといってソニアさんまだ使うのには早すぎるので、ソニアは本当最終兵器というか、最後のね、とどめじゃないけど、本当に困った時に使う予定です。で、なんだかんだ水が降ってきまして、倒せました。350万出るんですね、これ一人。ユニコーンか。ユニコーンはこのパーティーだからまだ調整はしやすいんじゃないかな。水は2コンボしなくていいか。欠損したら怖いね。オッケーオッケー。これで半分ぐらいいってくれれば、あ、いいですね、いいですね、いいですね。レインボーロード。大丈夫。これ全色あるんで、今みたいな感じで水と木1コンボずつで多分、スーパン。でしょう。なんか、ユニコーン2ターンで倒せるとなんか気持ちいいですよね。ピュアスマイル。オッケーオッケー。読み玉2体。これは助かった。一発魔装グングニール受けてもいいよね。右の方が一旦脇なのが怖いんですけど、一旦受けましょう。で、変換して倒せばいいんで、ちょっとフレイヤーのバインドを早めに解いてあげたいっていうのがあります。オッケー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 。魔装グングニールも大丈夫。で、チェンジザ。もう一旦ダメでもいいんですけど、貫通できなかった時が怖いので、ここで決めてしまいます。熱プラスウェイの水。オッケー。これ倒せるでしょう。60万ぐらい出ますね。150万ぐらい出せるんじゃないかな。惜しい。150万いかなかったですね。140万ぐらい。はいはい、ガイアさん、ラッキーですね。ここ、周遊とか出てくるとね、やっぱめんどくさいですよね。でも、こんだけ HP あると、さすがの周遊も大丈夫か。でも、ガイアさんで、良かったことに変わりはありません。オッケーオッケー。
フレイヤ帰ってきてから変換使った方がいい。あれあれ、うわ、これは辛い。ああですか、これやばいですね。 99% プラス貴族性半減、迷惑、ただの迷惑99% がね、すごく痛いパーティーであり、先制 100% 回復ですか、あれがすごくありがたいパーティーでもあります。だからアテナとかね、あと 100% 回復で言うとメイメイとかか、あの辺が出てくれるとすごい助かるんですけど、こう 99% はね本当に痛い。ちょ、削りきれないの怖いんで先使いましょう。削りに行きます。ウェイで組んでおいて、これでとりあえず半分は行ってほしい。お、いい感じいい感じ、 OK。 でこれで2列ぐらい組める。よし、2列組めます。2列組めるんで、2列組んで、水がないんですけど、とりあえずこれでダメージは出しておきたい。まあでも次44組めるし、水あるし倒せそうですね。列で行こうか。まあ、なんで列の方がいいかっていうと、まあ、全体的に火力かかるのはもちろん、ウェイを持ってるのがソニアとね、あとアルテミスしかいないので、フレイヤ1個持ちだし、マキナとミカエルに関してはウェイがないので、まあみんなの火力を考えての列選択ですね。で、ここはどうしよう。ウェイで倒せるかな。水吸収がね、ちょっと AI がやらかさなきゃいいんですけど、水吸収はウェイじゃなくて、じゃあ分けといて、これで、まあ、気吸収がいないだけ助かった。OK。素晴らしい。副属性が水なんでね、バステトと違って、気吸収がいてもね、副属性で倒すってことが難しいと思うので、これはラッキーですね。じゃあ、昨夜一発ちょっと殴ってみたいと思います。昨夜だけ多分受けれません、ここ。昨夜10万超えてたはずなんで、資源の舞かなんかがね。他のね、成人系はね、確か10万もなかったんで、一応受け入れるんですけど、昨夜だけは事故怖いんで、ここで負けたくないという意味も込めて倒しましょう。ちょっとコンボしすぎたね。OKOKOK。で、次で赤ソニアが来ると、ちょっとコンボ的にもだるいので、できればファガンも嫌だな。闇ファガンは嫌だ。お、光ファガン。これは当たりですね。これ2ターンあるんで、まずは削っていきましょう。列プラスの1コンボ入るんで、そうだな、半分切ってくれれば、心、安心かな。おー、だいぶ出ますね。これ、ひょっとしたら、カーリーワンパンとかの火力全然出るんじゃないかな。ねえ、列組んで、こんだけ削れるってことは、300万ぐらいは出てるわけですよね。だから盤面によってはカーリー、ワンバンとかもね、マキナが残ってればの話ですけど、フレイヤーだけでも多分一応削ることはできるので、まあ、カーリー戦でどっちか残しておけばいいっていう面では、ちょっとは安心感があるかな。で、こいつどうしよう。なるべくね、マキナがフレイヤー使いたくないんですよね。なんか今んとこ火力を見る限り、結構ね、削れそうなんですよね。150万ぐらいなら普通に出そうなんで、なんとか、150万出していきたい。100万か。今ので100万。じゃあ1列プラスなんかが欲しいですね。まあ、じゃあ変換は最悪使うとして、できれば、マキナ、フレイヤーは使わずにといった形でいきたいです。エロリンしないでくれ。しかも木を消すっていうね。まあ、いっか。火と回復多いんで、倒します。倒せるかわかんないけど、倒します。倒そうと思います。倒しますじゃね、嘘になっちゃうからね。倒そうと思いますで行きましょう。OK、ウェイの打ち込ん。これで多分倒せる。間違いないです。OK。マキナだけ貫通してませんでした。お、ミカエルとチェンジってことが体力変わんない。ちょっと耐久しましょうか、じゃあ。吸収ですね。次回復消してくるんで、もう回復も消してしまいましょう。まあどうせ全回復してるんですけど、多分確定行動なんですよね、この回復消す行動は。初段はね、
これね絶対やってくるんでね。火になっちゃったよ。メジェビーム。ああ、これも大丈夫か。よっしゃ、アルテミス使って、もう倒してしまいましょう。うん、まあ、関係ねえさ。副属性が弱点つけるし、いいやん。お、素晴らしい落ち込んです。素晴らしい落ち込んです。OK です。いいね、これ目覚めやっぱつくとさ、ちょっと不安な時でもこうね、押してくれる可能性があるんで。まあでも、これに頼りすぎると、肝心な時に来ないんだよね。まるで、狼少年的な感じ。で、お前かよ。こいつ大丈夫かな、皆さんね、ご存知の通り、この人、貴族性4分の1なんで、ダメージがね、通るのが。だから、とりあえず、火からは抜け出したい。一心で削りましょう。あー、火組みたかったなー。ほら、目覚めない。こういうことね。あ、惜しい。怖い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 。ユニオンクロー2万2000の、おう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 。水があっただけよかった。まあでもこの体力なら別に水がなくても倒せるか。ちょっと HP 不安ですね。まあ2万3000って普通のパーティーだったら全然大丈夫なんですけど、このパーティーだとね、もう4分の1ぐらいしかないので、すごい不安な状態です。ラッキーだけど大丈夫これ。まずいんじゃない？貴族性 30% カットぐらいあったはずなんで、これはマキナかメイメイ必須でしょうね。まあ、でも多分玄武七星人受け入れると思うんですよ、このパーティー。まあ、でも遅延とか来るんで、なるべくこのターンで仕留めておきたい。どうしようかな。アルテミス使ってのマキナ。ソニアはまだ違うんだよね。ソニアヘイストがあるんで、しかも。まあ、いざという時にね、ヘイストとしても使いたい。気持ちがあるんで、プレイを使いましょう。で、アルテミス。いけるよな。2列あるしな。大丈夫、大丈夫。この子の防御、あんま覚えてないんですけど、とりあえず、100% 回復してもらえたんで、まあ、ぜひここでダメージ受けずにこのまま行きたい。倒してね。OK。500万出てましたね。で、16回が、あ、やっべ！あ、マキナの方が良かったね。ここで、ね、フレイヤー使いたいぐらいでしたよね。もったいねえことしたなぁ。ちょっと僕がこれやっぱね、知識不足でしたね。とりあえず水にしたんで、ウェイで削ってみましょう。フレイヤーのエンハンスが一旦消えたのはでかい。お、ラッキーな落ち込ん。あれ？目覚めてないのに。今落ち込ん来ましたね。オッケーオッケーオッケー。まあでも多分これ毒を生成されるのも時間の問題というかね、ソニアしか残ってないので、まあここでソニア使うのは確定かな。今みたいな落ち込み来ない限りは。割と木ドロップは降ってくるんですよね。じゃあこれでとりあえず2A と水打ってみて、結構しかも猛毒多いんですよね、ダメージというか、量か。量が多いんで。下手すると消しちゃって負けるって可能性もあるんで、このパーティーで猛毒消したら、まあ、耐えれたはいいものの、回復がもう絶望的なんでね。よしよし。まあ、ギリギリまで溜めれたんで、ここでソニア使って倒しましょう。はいはい、ヘイストナイスナイス。なるべく節約したかったんですけど、結果的に消えてしまいました。はい、お疲れさん。17階が何？ゼウスだっけ？あ、ゼウス。うわ、バルカンか。ちょ、ここで耐久していきたいですね。どうにかして、回復をプラスの方に持っていきたい。1万か。で、こいつが1万7000あるからダメだな。負けてるな。コンボ数で勝負したとこでな。6コンボで回復が1万7000も届かないもんな。
通常が 14,000、まあ、通常ならなんとか殴り合えるレベルですね。ただ普通のドラゴニックブレード、あれが来るとまずいな。回復尽きたしな、ついにちょっとこいつは勝負に出ないとまずいですね。水を消された。もう一旦耐えるか。耐えた方がいいな。変に削って、この人ね、即死技はなかったはずなんですけど、大ダメージでも今きついので、とりあえず水がある盤面でいきたい。確か通常と、そうだね、ドラゴニックを繰り返すんで、ここでミカエル使いながら回復しながらね、2列ですか、2列組めることを祈って。あ、ウェイになっちゃったけども、あ、オッケー。ドラゴニック。あー、どうしよう。これもアルテミス使った方がいいんじゃない？もう一旦、使おう。使って、まあ、水ないけど、こんだけあってね、相手光属性だし、大丈夫でしょう。なんとかなると思います。下で光を囲いたいですね。まあでもちょっと、遠いというか複雑なので、オッケー、まあオッケーってことにしましょう。倒せるからね、きっと。もったいない、落ち込んだけど回復はありがとうございます。よし、オッケーで、18回、ここであいつがオッケー、ソニアグランですね。ここでね、1回しか見たことないんですけど、リファイブいるんですよ。あいつが出たらもうここで戦力だいぶ使っちゃうんでね、きついございますね。だからここでなるべく回復しながら進んでいきたい。オッケー。あーでも水がないか。なるべくここで半分切りたかったんですけどね。水がないのは残念。無理かなー。あーダメかなー。4倍じゃやっぱダメか。ヘルポイズン多いな。毒多いな。すごい多いな。そう、アルテミス本当水消した時とね、消さなかった時の火力の差がね、結構激しいので、毒4万強い。はい、これならどうだね。で、ここでもう一回、ここで半分切ることによって、もう一回貯めてくれるんですよね、反すした後に。だからその特性を生かして、一旦ここで半分切って、で、次もここにある盤面で削って、変換使って倒すといった感じで、まあ、スキルをね、貯めつつも。まあ、マキナもフレギアも溜まってるんで、まあ、貯めるものもそうないんですが、まあ、せっかくなら、ね、ソニアさんがまだ溜まってないんで、それが若干不安。はい。これ絶対受けれなくはないのかな？一応受けれんのかな？まあ、でもこの体力じゃ不安なんで倒しましょう。せっかくね、5万まで HP 戻ってきたんで、これを活かしたい。1列組んで、まあ大丈夫でしょう。オッケー。順調じゃん、割と。ね。いろんなとこで、いろいろ危ないとこはあるけど。ラッキー。ここでブブーとかね。まあアテナでもよかったね。全回復できたから。あとはブブーか。ブブーは、あ、でも、プレイヤー使ってソニア溜まるんで、ブブーでも大丈夫だった。んで、ヘラ受けれるし、あと、ウルズが来てもフレイヤー使いながらね、なんか使えばきっと倒せるんで、まあ、ここまで来たらもう勝ちみたいなもんだったんですね。あとはカーリー次第、カーリーをアンパンできんのかっていう若干不安です、未だに。だからここは一旦貯めてソニアで突破するのが安全でしょう。 OK、 こいつはもう慣れたよ。チャレダンで行動パターン全て把握しました。よしよし、これはもう舐め腐ったコンボでも倒せると思います。よいしょ。OK。来ましたね。一発ですよ。一発でカーリーまで来ちゃいました。OK。すごい。今までだってアルテミスで僕900になるとき、ランク900になるとき、あれでも結構取り直したんですよね。5回ぐらい。いや、覚醒してますね。覚醒してから一発でここまで来れて。あとは、このカーリーを倒すだけ。そして相変わらず闇カーリーばっか出ます。2ウェイで囲むだけですね、こうなれば。
まあいつも通りの僕のパズルでいきましょう。落ち込ん一つ、さあワンパンできるんでしょうか。いった行っちゃった。まあこっから負けることはないと思うんで、いやー嬉しいね。強くなったな。ちょっと感動。やったぜ。最後これ使って、ちょっとパズル2列ぐらい決めて倒しましょう。オッケー。よし。いやー、なんだろう。パターンに入れば強いね。99% とかの嵐が来るともうダメなんですけど、まあ、闘技場2はね、闘技場2は、プレドラもいるし、ちょっと微妙な感じはありますが、また機会があればね、ちょっと挑んでみたいとは思います。機会は自分で作るんですけどね。ということで、極限の闘技場1の方、アルテミスで一発クリアできました。ありがとうございました。